こんばんは、平井博明です。ここ最近レッスンやっていて、8割5分感じていることがあります。スイング中に何かをしてしまう行動、動きっていうのが、上げに行く。これ8割5分の方みんな。やるんだ。あ、上げに行ってる。でもね、不思議なの。その中で、上げに行かない8割5分の人が上げに行ってる。うん。でも8割5分の人が、上げに行かないスイングがある。同じ人が、同じ、その2秒後に、じゃあこうやって振ってくださいって言ったら上げに行かなくなる。平井博明の、ワンラップゴルフ。素振り。素振りってすごいんだね。うん。素振りで、こうやって上げに行く人いない。なんで？そう。ドンズベっていい？うん。クラブが絶対合ってない。素振りはさ、ボール打たないからさ、うん、弾道関係ないでしょ。関係ない。だから上げに行かない。え、じゃあなんで打つと上げに行くの？自分がそのクラブ上がんないって分かってるから。あー、なるほど。うん、そういうことか、うん。で、上がんない理由が、うん、シャフトが合ってないんだ。あとロフトね。あ、ロフトが。そう。分かってるの、自分で。体で反応してんの。本当だ、合ってないんだ。合ってない。自分の、パワーじゃ上がらないクラブを使ってる人が上げに行くよね、もちろん。うん。素振りでね、こうやって折り打ちする人いないの。そこ答えじゃない。答えだね。うん。同じ人よ。いや、答えだよ。うん。そうなの。あれ、しかもあれだよね、素振りだと振り遅れないんだって。振り遅れない。なんで？力まないから。力まないっていうか、うん、要はボールがないから、うん、ボールにこう、グッていかないから。へー。ボールにグッていくとどうなるかで分解していい。うん。止まる。止まるんだ。動きが。こうやって、飛距離どうでもいいから、ボールのところヘッドを当たりながら通過してって言ったら、絶対クロってスッて回転するのね。それのがなんだかんだいいのってそう。でもスインガーになっちゃうんだ。スインガーになる。で、スインガーになって、うん、そのミート率だったり、うん、普通にちゃんと当たるようになってきて、うん、そっから自分の強いタイミングを入れていけばいいじゃない、うん、段階的に。そうすれば自分の打ちたい飛距離が打てるじゃない、それを飛ぶんだよね。ああ。そう。あ、じゃあスインガースタートなんだ。の方が全然いい。基本がスインガーだ。ほんで、だんだんパンチャーになってくる。そう、パンチャーになってくる。要は自分の色付けをし始める。そうなんだね。だから素振りは振り遅れないんだ。そう。じゃあ上げにもいかない。上げにもいかない。本当に、レッスンやってても思う。俺と同じスペック使ってるなぁと思う。似たスペック。うん。でも、全然俺よりもスピード遅い。15% はそうじゃないんだ。15% は、ちゃんと、分かってる人だったり、うん、スペックがちゃんと合ってて、うん、そもそも上げに行かない人、うんうん、なんか女性の方って、うん、あんまりオーバースペック使ってるイメージないな。あー、そんなこともない。確かに少ないね。少ない、ね、オーバースペックって一つの括りとしたら、女性でオーバースペックだなって俺今までね、うん、記憶の中でないかもしれない。そうだよね。あ、そもそもワンナップゴルフって女性が少ないから。そうだね。ああ、でもインペリアルのレッスンでも、うん、確かに、いや、ちょっとだ、オーバースペックですねってないかもしれない。他でもそうなんだけど、女性ってさ、使いやすさだったり、機能的なものを選ぶ方が結構多い。あ、確かにそうかもしれない。ゴルフじゃなくても。そうだね。ね。でも、メンズはさ、うん、見てくれが結構、気にする場合もあるでしょ。そうだね。スペックとかね。そう。スペック勝負的なところあるでしょ。ある。女性は意外とね、感覚に正直かもしれない。そうだよね。打ちやすい、打ちづらい。だ、本当素振りはね、どっちが正直なのかわかんないけど、両方正直だね、でもね。そっか、そっか、そっか、どっちが正直だね。そうだよね。だって、両方、今ね、言葉迷ったけど、うん、素振りは正直だよって言うとしたんだけど、うん、でも、上がんないって分かってあげに行ってんだから、打つ方も正直だ。そうだね、どっちも正直だね。はっきり分かる、でも。え、じゃあその、上がるクラブ、うん、柔らかくてロフトがあるクラブ、
使ったらやっぱ上げに行かなくなるんだ。上げに行かなくなる。びっくりするぐらい上がるから。変な話、そういうご夫婦で来たりしたら、うんうん、奥様のクラブを打ってもらったりするんだね。はいはい。そうすると、もちろん名残で1球目は上げに行くんだけど、うん、あ、上がるっていうの。上がるよね。だから上げに行かなくていいのよ。楽ですよねって。難しいっていうか上がらないってもう分かってるんだなって。うん、この間のレッスンの方もそうで、キャロウェイのね、うん、10.5 使ったの、うん。キャロウェイの 10.5 って、うん、フェイスアングルも開いてるから、うん、本当に 10.5 で辛いんだよね。そうで、ゼクションの 10.5 ってフックの 10.5 だから、うん、結構甘いのよ。捕まり方、うんうん。だから同じ 10.5 で、うん、もう全然違いますよって言ったの。うんだそういうので、キャロウェイはアジャスタビリティついてるから、うん、ロフトをね、12.5 にした、うんうんうん。で、まあ結果的に 11.5 にして、ちょうどよかったんだけど、うん、11.5 でも辛いぐらいだから。もうちょっと、でしかもアングル左向けたんだから。D にして、プラ1にして、うん、フックフェイスの 11.5 にした、うん。それでやっとだから。だから本当に今のシャフトとクラブヘッドって、ちょっとやっぱ辛めが多いし、難しいよね。本当に優しい方が、スイングにもいい。ちゃんとそういうところが理解できてくると、本当に上達の近道になる。うん、打ったことないのかな？意外とないかも。やりすぎスペック。ね。打ったことないかもしれない。だからね、実感したことがないからわかんないんじゃない？なんかスペックのことがわかるようになった頃にはもう、その難しいのでやってたみたいな。そう、ああ、そうかも。ヘッドスピード、例えば40の人が、ダイナミックゴールド使ってて、うん、まあ NS の重いやつでもいいんだけど、そういうのを使ってて、で、ヘッドスピード40だから、うん、9番で120とか、うん、120ぐらいだと思うんだよね、ヤードが。それだったら、全然80グラムぐらいのアイアンシャフトとかがベストなんだよね。それで抵抗あっても回って70台ポンポン出たら絶対帰ると思うんだよね。そっか。あ、スコアがね目に見えて良くなっちゃったらね。そう。絶対帰ると思うんだよね。フィーリングだから何とも言えないんだけど、うん、俺よりヘッドスピードがやっぱりない方、遅い方で、うんうん、俺よりハードスペックの方がやっぱりそっちの方が多い。うんうん。それはそれでいいんだけど。難しいから難しいって思わないで上げに行かないでほしいんだよね、うん。スイングが崩れちゃうから。うんうんうん、もったいないから。だから低くなるから低くていいよって。うんうん、で、高い球打ちたいんだったらスペックを変えなきゃいけないから、うん、体を変えちゃいけないよね。スイングね。その見極めっていうかね、選び方もすごい大事だから。うんうん、そういうところがね、本当にスイングチェックよりも大事な部分でもある。今度あれだよ。トール君と時間合わせて俺、母ちゃんのクラブでもあるから。そうだよね。それ早くやりたいね。うん。母ちゃんのクラブで、3ホール回って3アンダー目標だから。バーディーバーディーバーディー。うん。それで、ね、やってみれば。そうだよね。うん。害がないってことが分かるんで。分かる。うん。優しい方がいいですね。うん。あ、ワンナップゴルフ、初めて、ベストスコア60台出ました。オンラインサロンの K 様おめでとうございます。すごいですね。やっぱ60代って。すごい。すごいね。すごい。60代ってやっぱりね、70と69の壁。あ、そう。極厚だから。そうなの？あ。やっぱ気持ち的なものもそうだし、うん、もちろんスコアもね、そうなんだけど、やっぱ60代ってね、うん、やっぱ違う。違うんだ。100と99は ?100 と99、やっぱね、その辺は違う。あの、段階って。やっぱ90と89も違うし。ああ、80と境目ね。そう、境目。80と79も違うし。違うんだ。うん。でも、70と69の境目は、うん、多分一番極厚だと思う。そう。うん。もうだって削るとこはないんだから、ほとんど。あ、そうだよね。そう。で、なんなら70ってアンダーだもんね。そう。100と99って、うん、もちろんすごいんだけど、うん、まだでも削るとこはあるよね。そうだね。うん、そう、だから、70と69のやばい壁は。そうだね、70でもあんなだもんな。極薄。もう、削る部分が少ない。極薄しかない。うん。
ああ、そうだ。だから慎重にやらないといけないから。そうか。ガー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 削っちゃダメだ。あ、そうなの。そう。安い。そうなんだ。そう。だからそこをクリアしたっていうのは、すごいなと思って。そうだよね。まあ、あの、練習もそうだし、うん、まあ、ショット見てもそうだし、うん、ゴルフに対する熱意、うん、大阪のアッパーミーティングもね、うん、来ていただいたし、レッスンにも来ていただいたし、その後、ご自身が上達したくて、ダイモンに行ったの。全部行ってるじゃん。全部行ってる。全部行ってるじゃん。ダイモンはね、チャリンコで10分なんだって。あら。そう、だからもうダイモンにお金使わないでくださいって言ったの。そうだね。そう。こっちに使ったわけね。こっちそう、それで。へぇー。全部行ってるじゃん、全部行ってる。それがちょっと面白いんだけど。すごいよね。やっぱり上手くなりたいっていうのと、ね。で、ダイモンの近くってことは東京の人なんでしょ？うん。の大阪来て。そう。で、茨城レッスン来てくださって。そうだよね。そう。で、一番近いダイモン最後だから。もうその方、なんだろう、優しいお兄さんみたいな。うん。ね、すごいいい感じの ね、感じなんで。うんうん、クラブがね、すごい好きで、うん、お話だけでも3時間ぐらい行きたいな、みたいな感じ。俺、個人的にはね。あ、そう。そうそうそう。それぐらいクラブが好きで。それで、まあ、アイアンはすごく良くて、まあ、もうちょっとだけアイアンスピン入ったらもっと良くなる感じ。うん、で、ドライバーがちょっと広域のとこ行って、その、ウエイト調整をして、で、まあ、シャフトのグラムなんかもいろいろ今、ちょっと変えてて。うん、まあ、試行錯誤してる感じらしいんだけど、その中で60代ベスト更新っていうのは、いや、すごいなと思って。しかもあれでしょ、ワンナップに、レッスンに来た後、初めてのラウンドでしょ？そう。ワンナップのおかげってことなんだよね、だから。ありがとうございます。本当に。なんか、でも、もともと、すごいものを持ってて、うん、最後のパフェの上にの生クリームとサクランボ乗せるぐらいのことしか俺はしてないのね。あ、そう、もう最後の美味しいとこだけ俺持ってったみたいな感じなんだけど、うんうん、でもそれにしてもすごい。やっぱり60代って何か一個調子悪かったら出ないから。そうだよね。そう、均等に良くないと出ない。ああ、そうなんだ。そうっていうのがすごい。だからちょっとね、できれば一日でも長く継続していただいて、さらなるベストスコアっていうのを出していただける。だから、まあ、マネジメントレッスンだったり、うん、そういうものをちょっとやりたいなとも思うし、うんうん、そうやって向上心のある方は、どん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 上、もう飛び抜けてほしいよ。何かのね、競技とかで優勝した時に、誰かに習ってるんですかって言われたら、うん、何にも習ってませんって言ってほしい。自分の勉強して、自分の感覚で打ってますって言ってほしい。そうだね。あ、もう本当にそこはね、言われたものだけではうまくいかないんで、必ず自分の感覚で打ってますっていうことをやってもらいたいですね。はい。で、本当にベストスコアおめでとうございます。本当にここ最近ね、特に何人もね、更新しましたっていう方が多くて、うんうん、すごく嬉しいです。本当にいろいろ言った内容っていうのをお試しいただけて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、今後ともですね、ワンナップゴルフをよろしくお願いいたします。素振りでは上げに行かないんですよ。本番で上げに行く方は、上がらないクラブを使ってるって体が言っていますので、それに、そのサインに気づいてあげてください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。